どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらガンダムコラボガチャ引いていこうと思います。このコラボガチャね、多分今日の12時にはいいねキャンペーンが始まって、星6以上確定とか、あとは配布ガチャとかがもらえると思うんですけど、今日はそんなガンダムガチャ引いていきます。はい。で、ピックアップこんな感じ。ガンダム 1%、 星77体が 2% ずつで 14% で、合計 15% が当たりかな。星7以上の星6 3.8% ずつ、星5が 7.3% ずつ、星4が 7.3% ずつです。確率は結構低めで、僕スーパーゴッド S 引いてマジでお金ないんで、ちょっと今日は50連だけ引いていこうと思います。はい。で、確定ガチャとかはね、いろいろ買いました。何ですか、はい。こんな感じで無料出現とかね、あとは開催記念ガチャドムでした。はい。星7以上確定は Z ガンダムで、あとエールストライクガンダム確定ガチャも買ったって感じになります。はい。今日はですね、こちらのガンダムシリーズガチャをコンプリートするまで引いていこうと思います。現状ですね、結構いい感じにある程度揃えているので、残すところあと1体となっております。マジでやらかしたの、本当にやらかしたの、久々にちゃんとしたやらかししたんだけど、撮影終わって気づいたんだけど、画面真っ暗だったんだよね。でもマジでまだちょうどコンプできなくてよかった、気づいたタイミングが。今現状で105連ぐらいしてます。ガンダムバルバトス1点狙いよろしくお願いします。ガンダムバルバトス交換できるんで、実は狙いはただのガンダムです。普通に星味ガンダムしか狙ってません、正直言って。おい、クソガチャやな、これ。なんじゃこれ、おい。いや、でもこのガチャマジでまずい。ガンダムガチャまずすぎ、しかも金かかりすぎ、まずいくせに。止まれ。マジでね、ガンダムやばいぞ。今の10連でこれ、あれだよ。これが100個だから6000円ぐらいだよ。やばいっしょ、マジで。これも二次角だからもう貸す。一応止まる可能性があるけど。いや、貸す。マジやばい。これでもう次、これ石200個です。やばくない、マジでこれ。いや、本当にこういうガチャなの、今回のガンダム。だから引くやつ本当バカだよ、これ。ガチでまずい。まずすぎ。だって、放射内状の確率 15% しかないんだもん。それはまずいよ。やばくない？今だって引いててまだ放射内1体だよ。あ、止まったら、これはなんとですね、コンプリートということで。いくらかかったんだろう。何連だろうね。とりあえずこれでコンプですね、一旦。止まった場合だけコンプで。5、7、9。11、13、15、17、19、21、23、25、27、27だから、26か、26だから、130連でコンプでした。ちょっとまだまだガンダム欲しいんで引いていきましょう。ガンダム、ちょっと、ねえ。何このまずいガチャは。ねえ。どういうこと？やばいんだけど。次。ガチやばい。とりあえずさ、もうガンダム欲しいとか以前に虹が出ないんだもん、だって。あ、いいね、2体目。虹が出ないからさ、ガンダム欲しいとかの次元じゃないんだけどさ、ガンダム変身前、ガンダム進化後、で武器まで含めて合計で、絶対に欲しいのね。これやばすぎん？何これ？何このゲロマズガチャ。本当に美味しくないぞ、このガチャ。やばい。さあ、虹、来い。そりゃそうだろうな。虹来た上で15分の1なのに。この虹が来た上で15分の1のガチャで何を祈ればいいねん、こんなん。はぁ？おい、終わってんな、このゲーム、ほんまに。イララしてきた。え、ちょっと待って。え、待って。ちょっと待ってな。え、見てほしいねんけどさ。やばないこれ。1、2、3。お前これ、お前いくらか分かってんのか、これ。なあ。この画面だけでこれ4万円ぐらいで。この画面で俺4万円払って、星73体で。やばいやろ、これ、マジで。もうちょいだけ引く。いや、もうアホらしいけどな、ちょっと。このガチャ、マジで。本当にガンダムは欲しいけど、まずすぎ、ガチャが。運営調子乗ってるもん、完全に。もう、誰でも引くと思ってんじゃん。引かねえよ。高すぎだろ、これ。引いてたわ。ああ。引いてた、気づいたら。まあでもコンプはできたんであれですけど、まあね、何、おまけガチャ今回こんな感じです。いや、おまけガチャも本当にユーザーを舐めてるガチで。
コラボの石10個で宝玉入ってるからね。お前らどうせ引くやろの宝玉舐められてます。完全に宝玉ってゴミしか入ってない。おまけガチャレインボーメタルとかリッチが入ってるのがちょっとマシだわ。うまー、11倍のに。どういうこと？ほぼほぼ宝玉ガチャやからねこれ。まあ、スパの絵は100ポイントっていいとして、宝玉はまずい。まあ、なかなか今回はね、闇ガチャですね。賞味引かない方がいいんじゃないかってレベルで美味しくない。課金しよう。マジでこれ以上課金しない。もう絶対これがラスト。本当にガンダム欲しいの。本当にガンダム欲しいから、これマジでね、本当にね、最近パズドラにお金使いすぎてマジでやばいんだよな。やばすぎるの、ちょっと。マイナスマイナスぐらいだから。さあ来い。ガンダム。絶対ガンダムじゃない。俺もさすがにガンダムわかるもん。水光なんよな、確かガンダムは。光水やったっけ？水光やったっけ？だから違う。水。やばいってまして。なあ。やばすぎやって。やばすぎ。それもやばすぎ。モンスターボックスの拡張100個分したんよな。なんで埋まってる？何があった？よし、いいよ。ガンダムチャンス。15分の1。来い来い来い。絶対違う。絶対違うやん。え、1% ってやばいってマジで。よし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 、ガンダムダブルチャンス。マジガンダム、マジガンダム。あ、絶対違う。絶対違うもん。え、漏らすと？漏らすとマジですか？死ね。いやもうファイナル本当にラスト。もうこれでガンダムは出なくても僕はもう引きません。マジでガンダム3は欲しいの、本当に。3はガチで欲しいの。ファイナルガンダムラストね、これ。いいよ。いいよ。2回。チャンス2回。これガンダム出そう。ガンダムは出てるわ。エルサレガンダムは一応確定枠だからな。いや、頼むよ、マジで。ほんまに、あ、もう。やめます。ということで、何連したんでしょうか。まあ、どうでもいいです。クソガチャでした、マジで。マジでゴミガチャ。本当に美味しくない。マジでゴミガチャだわ。パズドラ始まって史上一番美味しくないレベルでゴミガチャ。そもそもガンダム 1% ってやべえだろ、マジで。1% なんで4つ進化ゲータあんだよ。進化前、進化後、武器で3体欲しいじゃん。確定と地引き2回でしょ。やべえだろ、マジで言ってること。本当ゴミゲーです、これ。でも、ZZ ガンダムは5体いいね。チャー14004体。ほんで、アルバトスが3体。交換できるからね、星野は。ウッドガンダムが2体。エールストライクが5体。エクシアが3体。リンクガンダムが8体ですね。8体っていらんねん。で、エビオンが9。イマリスが7。ウフが9。ジオが8。ウェレイが4です。そして、ユニオンブラックアスムが4。アルバトスが5、4、4か、5、4ですね。で、イラ動画15、ジン13、ゲルゴグ19、リュックティアス12、ドム17、ジムが13の、ピコックが15の、ザクが13って感じでした。まあ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 、一応でもね、交換所があるだけマシではあるんだけど、愛課金税は間違いなくガンダムを引かされるので、ちょっととんでもない覚悟を持って頑張ってください。一応、美課金税の人とかは、このガンダム交換所が使えるので、結構欲しいから取れるには取れるかなと思いますんで、ぜひこちらもね、活用してあげてください。じゃあ今回はガンダムガチャをね、引きまくる動画でした。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。